速報です、広島県で、迷子亀さん情報が、寄せられました。いなくなってしまった日時2022年4月9日、15時から4月10日11時の間、9日から10日の間ですね。いなくなってしまった場所、広島県広島市南区南町、自宅アパート4階建ての敷地内ということですね。亀さんの大きさ、高長約20センチぐらい、だいたいこのくらいですかね。はい、高長20センチというとうちのペットの赤耳ガメちゃんと同じくらいですね。このくらいですね。カメさんの種類名、特徴は同じく、先ほどお見せしたカメさんと同じくミシシッピ赤耳ガメ、緑ガメとも呼ばれるカメさんです。特徴としては、左目のまぶた部分が白っぽくなっているというところですね。はい、あとお写真は今回いただいておりませんので、まあ、先ほどの動画を、参考にしていただけたらいいのかなと思います。飼い主様からのコメントです。自宅アパートの3階から開花の、砂利に落下後、行方不明になったものと思われます。目撃された方、保護いただいた方おられましたらご連絡のほどよろしくお願いいたしますということです。もしも目撃や、保護されましたよっていう方が、いらっしゃいましたら、こちらの飼い主様が落とし物届を出していれば、まあ、警察の方に言っていただければ分かりやすいのかなと思います。であとは、当店にご連絡いただいても構いません。はい、つなげさせていただくことはできますので。はい、でね、こういうふうに迷子亀さんに万が一なってしまった場合、ご自身が飼われているペットが、どこかいなくなってしまった場合の時のためにもですね、普段から、携帯の写真でこうカメラで、パシャパシャっといろんな方向からもう頭の模様とかでいろいろ撮っておくと、こういったいなくなってしまった時に非常に役に立ちます。カメさん1匹ずつ、正式にはこう言われてはいないですけども、実際1匹ずつ模様も違うし、模様のどの辺で途切れててどの辺にチョンっていう点があってみたいな、人間の指紋のように1匹ずつ本当に違うので、いざという時に結構分かったりしますので、普段からいろいろと写真撮っておくことをお勧めいたします。はい、あと甲羅の模様ですね。甲羅の模様とかね、特にお腹の模様に特徴がある子が多かったりしますので、あとは古傷ですね。甲羅に古傷があるとか、まあ、そういった部分、もしくはね、甲羅の枚数、多孔板の子とかは特徴的なので分かりやすいかなって思います、ね、甲羅の歪んでいる、こうカーブしている場所とか、まあ、そういうのとか1匹ずつ違いますので、そういったところを、普段から把握して、写真にカメラに収めておくといいのかなと思います。はい、こちらの亀さんの件、一刻も早く解決を願っております。はい、何か情報がありましたら、当店にご連絡いただいても大丈夫です。はい、以上です。